流行りに乗ってキャラランク作るか。コンバージョンの朝キャラランキング作ろうかなっていう。強いキャラと普通のキャラぐらいじゃない？いや、飛び抜けて弱いキャラ多分いないんですよね。こんなバージョン珍しいわ。不明っていうキャラが何キャラかいる。個人的に不明なのは、暫定でちょっと D を謎にしますね。マノンとリュウ、結構謎。で、あとホンダも謎。この3キャラは結構個人的に謎に包まれてる。お前らどうなんっていう。で、まあ、分けていくと、主観ね。主観ですよ、これは。まあ、ガイルは基本的にはもう最強クラスにとりあえずは置いちゃっていい気はする。いや、というか、ガイルを基準にしないとめんどくさい。あなたは強いですよねっていう。その他に、まあ、こいつ強そうやなっていうキャラ。まあ、ガイル強い。でね、俺はね、エドもかなり強いと思ってるから、こいつ、さすがに強いに置いた方がいいのかなっていう。いや、別に俺、ザンギに対しての勝率高い方なんやけど、キャラがエドやから。周りがさすがに、やばいでしょっていう。で、まあ、実際やばい対戦もちょこちょこ見るから、まあ、じゃあザンギは一ちゃん上に一回置くと。一旦ね。まあ、ブランカもまあ強いと思うわ。ブランカも強いと思う。さすがに。あとね、剣多分強い。チュンリーもさすがに強いと思うんですけど、で、ここら辺の面々見ると、まあ豪鬼もとりあえずここかなみたいな。ここら辺に並べていいキャラ、ここら辺からあと拾うかってなったら、キャミーは拾って良さそう。で、アキはね、強いに結構置きたいねんけど、まだちょっと不明で、ラシード結構強いと思う。今結構ラシードいけてるとは思うんですけど、ここら辺のキャラに有利取れんのかな。このキャラチュンリーに多分不利やろ。ラシードキャミーにも不利でしょ。で、ザンギーにも不利なんじゃないの。いや、分からんのよな、ラシード。いや、ラシード俺もともと評価そんな高くなかったんよな、前バージョンの時に。結局ラシードってなんかどこまで相手に対応されない攻めするかみたいなキャラやから、評価がむずい。ブレると思う、人によって。いや、てかラシードに対してそのキャラ対策全部出す前提って、別に他のキャラ相手でもそれ全部やりきったら勝ちますよねみたいな。対策多いからラシードって。なんかラシードね、なんかゴーティーに似てる気がすんのよね、やること。なんか選択肢散らすっていう。その代わり弾がっていうのがゴーティーなんやけど、最近ラシード圧勝で優勝してたでしょ。いや、大会実績見るけど、内容見たい、やっぱり。勝った負けたは当然大事なんですけど、内容見ます。キャラが強くて勝ってんのか、プレイヤーが上手くて勝ってんのかをちゃんと切り分けないといけない。まあ、DJ どうせ A。で、まあ、マリーザもどうせここ。で、リリーも絶対ここ。ジュリー、わからんのよな。まあ、ジェイミーもまあ、ここには絶対いるな。キンバリー謎。キンバリー結構謎。で、もう JP もまあどうせここには絶対いる。まあルーク。まあまあまあ、とりあえずここかな。で、ダルシムここ。え、マジで今、俺のランク、こんな感じなんやけど。人によって、なんかマリーザが S 行ったりとか、なんかリリーが S 行ったりとか、多分あると思うねんけど、マジで俺こんな感じなんやけど。一人最弱決めてって言われたら、俺ダルシムあげたいんですけど、多分ガイルに行けて、で、エドに行けて、ザンギに行けて、チュンリーとゴーキに行けるんですよ。強くない？いや、だから俺ね、一人キャラ性能だけで見たら、ダルシムかなり弱いと思ってるから、ダルシム下に置きたいんですけど、ちょっとキャラ相性でダルシムがかなり強者すぎて、最弱に置きたくないなっていう。いや、マジでダルシム謎なんよなこれ。いや、だからね、かなり相性ゲーになってるなっていう。で、まあ確かにもうこのメンツやったら、まあ、リュウはもう A に入れて良さそうな気がする。ただリュウはやっぱね、相性面でガイルきついとかザンギきついとか、多分マリーザきついとかがあるから、リュウはキャラの性能が上がっても相性に泣く系のキャラやと思う。単体が強くなっても結局対戦したらこの組み合わせきついみたいなね。そうっすね、リュウはやっぱちょっと上位がきついキャラなイメージがある。まあ、てか道理は多分そう、基本的にザンギ今回かなりめんどくさいんじゃないかな。特に小技から入れ込める技がないキャラとか、
中攻撃で有利を取れないキャラは特にめんどくさいと思う。酔って崩せなかった時がもうそのまま不利になっちゃうから。竜と剣はねまだ恵まれてるっていうか、その入れ込める技もあるし、そこでなんか同行できる部類なんですけど、それでもやっぱね、残儀に対して弱スクが届く場合でマイナス2以上を背負うっていうリスクがかなりえぐくて、このゲームの固めの性質と残儀がマジで相性がいいっていうのがある。小技ガードさせて不利なんですよ、このゲームって。小技ガードさせて不利で、入れ込める必殺技が連携に存在しないっていう場合、マジで常に残儀のぐるぐるスクリューに怯えないといけないのね、基本的に。で、そのぐるぐるスクリュー食らいたくなかったら、こっちが技をガードさせた後でもバクステとかもう、まあ、ジャンプしないといけなくて、もうそれって読み合いになってないんですよね。結構このゲームのシステムと残儀がめちゃくちゃ相性いい。残儀使いもっとさ、ガードで絶対スクリュー回した方がいいと思う。真面目にフレーム的に強い。普通にゲームの作り上、あのスクリュー回すのがガチで強い今。いや、ゴーキ S もね、正直印象値で置いてます。まあ、てかゴーキを強い部類のキャラに置かないと話進まないんで、まあ、ゴーキは上に置こうっていう感じっすね。エドは絶対俺は強キャラやと思ってます。ゴシに入れてもいいんじゃないかなって思うぐらい、あれ強いなって使って思ってます。だからエドの評価は僕かなり高いです。まあ、こっから上に行く下に行くみたいなの多少あると思うねんけど、ゴシ置いてみる。今5強作るとしたら、こっから5やったら、まあでもじゃあガイル、エドはもう置くわ、ゴシに。キャミーめっちゃ強いって言ってる人多いねんけど、まあまあでも結構強そうか。でキャミーがね、だからどんだけ落ちたのかが分かんないんですけど、強化点しょうもないアジフライかと思ってたら、強化点実はあれ結構いけてて、大パンターゲットがね思ったよりこれ強いなって思った。正直ストライクの判定でかくなったプラス弾抜けなくなったはさすがにきつい。キャラ単体はね絶対弱くなってるよ。地上戦頑張れって感じの調整なんやけど、地上戦の要の台形が弱くなってるから、前よりも多分あの台形も振りづらくなってるし。でもキャミーとチュンリーやったら俺チュンリーの方が強そうに見えんのよな、正直。キャミーはね、多分残儀がマジできついと思う。てか残儀にきついっていうのが多分結構今マイナスなんですよ。今って残儀が多くて、残儀にきついって結構マイナスなんよ。あのね、ゴーキがね評価上がりきってないのも残儀の存在が多分大きいと思う。これでゴーキが残儀にめっちゃいけるとかやったら、もうあ、ゴーキさすがに最強クラスでいいんじゃないかなってあの思う。一人最強キャラ決めてくださいって言われたら、やっぱ僕はガイルあげますね。ガイルが一強とかじゃなくて、最上位のキャラが何キャラかいるんやろうけど、まあ、ガイルがそっから落ちることはないですよねっていうイメージ。じゃあガイル、エドってなったら、じゃあ誰ってなんのよね。残儀の評価はガチでむずい。この顔ぶれでどっちの方が残儀ふさわしいかって話だね、 S と A で。俺はね、一応残儀レジェまでやったし、一応残儀の性質をそこそこ理解してはいるから、 S なんかな。残儀から金もらってんのか。いや、あのね、俺が逆張り中っていうのがあって、周りがさすがに残儀強いって言いすぎて、ほんまかっていうとこはある。いや、だって自分で使わないと絶対わからんって。基本剣とかチュンリーとかさ、ルークとかはさ、別になんかやらんでももうなんかある程度多分わかると思うねんけど、なんか残儀とかダルシムとかやっぱ変なキャラは触んないとわかんない気がすんねんけどな。俺がね、残儀にいけるキャラ使ってるから分かりづらいはあると思う。だから俺がキャミーとかゴーキ使って残儀とずっと対戦したら、残儀ふざけんなって、ざるんなってなる可能性はある。まあでもこのメンツやったら、まあ並べてもいいか、とりあえず並べちゃってもいいか。まあここで気になるのは、こっから上に上げたさが個人的にあるのは、怪しいのはリリーかなとは思ってるんですけど、残儀殺せるっていうだけで相当価値高いのに、チュンリーもいけて、でゴーキにもいけるらしいから、リリー。あ、秋はね、わかんない。秋はぼちぼち評価高いです。秋 S に置いてもいいのかもなぐらいやけど、あの無責任なので置けない。ダルシムとルークは同等扱いなん。いや、ルーク、剣とルークやったらさすがに今剣の方が強いかなっていうのは思う。あとはルークとチュンリーでもさすがにチュンリーかなっていうのも思うから、
まあルークももうちょっと時間経たないと分かんないんですけど、ルークと、DJ と JP、 この3キャラ、この3キャラはあの使い手のモチベーションが共通して低すぎる。ちょっとね、動向がうかがい知れないっていうのはあるよね。で、謎組は本当に謎、わけわからん。しかも俺全員レジェンドチャレンジやってんのに、お前らどうなんみたいな、お前らほんまにいけるお前らみたいな、何このアホみたいな分布。いや、今の俺のゲームの捉え方こんな感じやで、このゲームの印象これ、今いやマジでこんな感じなんやけど、いやほんまに大体のキャラが S と A にいる隠れてバランスいいと思う。いや、というかバランスはめちゃくちゃいい。今多分バランスいいからこそこのゲーム どうなってんのってなってるわけやし、バランスがいいというか相性芸になってると言っても差し支えない。多分迷うってことは相性芸なんですよ多分。左右差あり、いや左右差なしです。思いついたキャラを先に置いてるから左右差あるように見えるかもしれんけど、左右差はないです。とりあえずこんな感じなんかな、まあ、とりあえずこんな感じですかね。いやでもダルシムとか弱いけどな、キャラだけで見たら。絶対ダルシムは絶対キャラ弱いけど、もうキャラ相性で強者すぎて最弱には置けないって感じ。まあだから S っていうよりここも A プラスの方が正しいな多分。こんな感じやな。